俺がランカーと知っててこの舐められっぷりか。ふざけやがって。鬼ごっこ会場ではクオントの使える神の水の量を制限している。とはいえおそらく試験継続は不可能な状態に。いやはははだがいい作戦だったぞ。それくらいの大胆さがなきゃな。もしかして精一杯のクールを演じてるな。とにかくよく我慢した。で、奇襲作戦の次は何だ。くっ、仕方ない。プラン B だ。ああ、そうか、逃げるか。ならお前たちに111秒ハンデをやろう。あと俺はエレベーターじゃなく階段で移動してやる。どうだ、すごいハンデだろ。なんて俺様懐がデラックスワイドなんだ。けど少し変だな。何がだ。いくらバカでもクオントはランカー。あんなチンプのおとり作戦をクンさんは立てるでしょうか。チンプか。え、いや、もう少し見守ってみればわかることだ。15 16 17。つうかずるくないですか。ずるい。平等に分けたとか言ってましたけど、どう考えてもこっちはクズばっかりですよ。そうね。ああ、もちろんあなたは例外です、姫。ん？姫？なに？そわそわしちゃって。エンドロスさん、ラフェ、いえ、ミシェルさんの姿が見えなくて。ミシェルならどこかに行ったわよ。そうですか。なに？用でもあった？いえ、エンドロスさんはなぜ彼女とチームに。別に、最後に残っていたのがあの二人だったから。ただそれだけ。そうですか。あ、見て、あんな子がエレベーターに。そのようですね。つまり向かっているのは最上階。つか、もう勝ったんじゃねえか。橋さえ渡りゃゴールは目の前だろ。ランカーともあろうものが何も考えずに時間をくれると思うか。108 109 110 111。タイムオーバーだ。みんな位置につけ。アナクが橋まで向かうのに少なくとも10分はかかる。クオントは階段を使い出口に向かうしかない。一斉攻撃するにはもってこいだ。そこで最低5分足止めしてくれ。見張り組はしばらく待機。プラン B がダメだった場合は俺に代わって鬼を出口まで誘導してくれ。だってさ、任せとけ。来たぞ。大勢で袋叩きってか。ってことは鬼は上の出口に向かって移動中か。ならさっさと追いかけないとな。その前にクオント大先生の特別レッスンだ。捜索者ってのは前線に進んで情報を探る。こういう多勢に無勢になることがまあ多い。さてここで問題です。捜索者は捨て駒にならねえために何をするでしょうか。消えた？どこだ？どこだ？くそったれ！攻撃あるのみ！ほらよ！
創作者の真似事か。覚えとけ、強さを過信する奴が真っ先に死ぬ。悪いがお前には槍がお似合いだ。ちょっと横になってろ。今何分経った？まだ1分も経ってない。くそー、殺せ。最上階つか、もう勝ったんじゃねえか。橋さえ渡りゃゴールは目の前だろ。ランカーともあろうものが何も考えずに時間をくれると思うか。108、109、110、111。タイムオーバーだ。みんな位置につけ。アナクが橋まで向かうのに少なくとも10分はかかる。クオントは階段を使い出口に向かうしかない。一斉攻撃するにはもってこいだ。そこで最低5分足止めしてくれ。見張り組はしばらく待機。プラン B がダメだった場合は俺に代わって鬼を出口まで誘導してくれ。だってさ、任せとけ。来たぞ。大勢で袋叩きってか。ってことは鬼は上の出口に向かって移動中か。ならさっさと追いかけないとな。その前にクオント大先生の特別レッスンだ。創作者ってのは前線に進んで情報を探る。こういう多勢に無勢になることがまあ多い。さてここで問題です。創作者は捨て駒にならねえために何をするでしょうか。消えた？どこだ？どこだ？作者の真似事か。覚えとけ、強さを過信する奴が真っ先に死ぬ。悪いがお前には槍がお似合いだ。ちょっと横になってろ。今何分経った？まだ1分も経ってない。くそー、殺せ。やっちまえ。すげえな、ランカー。もっと喜びなさいよ。え？ A チームが勝ったらあなたポジション分け試験で落第するよ。ラウレってイケメンとあの地味で暗い女の子が勝ち進むでしょうね。自分のポジション以外のことも把握してるんですね。ザハードの姫を舐めないで。すみません。聞きたいことがあるなら早く言う。はい。ミシェルさんはこのままだと試験に合格できるでしょうか。あなたはどっちだと嬉しい？え？悪い、階段チームは全滅だ。鬼はもうすぐ階段を登りきるだろう。その時はこの超覇を列し。マジかよ、どうすんだ君。そうだ、ラウレを呼ぼう。あいつならラウレならスタート地点で寝てるよ。何？東大森の授業でデータを見たけど今回の結果に関わらずほぼ合格してるからな。くそ、とうとう俺の殺人武術の出番か。チョコバーの名にかけて貴様を蹴ら。喋りやがれ。見事な食べっぷりだな。終わりましたね。うん、もうアナクさんは捕まったも同然。 A チームの負けです。そうでしょうか。クオントはアナクさんがどの出口に向かっているか知ってしまいました。
彼が追いつくのも時間の問題。出口に向かう橋で追いつかれることになれば逃げ場はない。クンさんの策もつきましたね。青い亀をなめるな。きっと何か企みがあるはずだ。そうですか。もしやクンさんはカバンでバッジの複製を。それは不可能だ。コピーも圧縮もできぬように私が神の水で細工した。ではやはり A チームは。きっとあいつは何か考えている。チョコバー、おかわりください。待たせたな。俺が来たからには安心しろ。あのチビアカゲを絶対アナクには近づけねえ。みんなどうした？待てよ、おい、そんなに俺は期待できねえか。誰がチビアカゲだって。また背後からドッキリっすか、師匠。すみません、鬼が消えました。そうか、シビスの野郎、あんなに必死になって。俺の屍を越えて行け、アナク。ここで頑張らなくても合格圏だってのに。仲間のためってか、熱い友情に涙が出ちまうね。さて、お兄さん見つけた。お、どうも、お疲れ様です。おい、そっちの鬼はどこだ。お、アナクならいないけど。まだ到着してないってか。もう橋にたどり着いてるはずだ。どこに隠した。確かにさっきまでこの橋にいたけど、ここから飛び降りて下の出口に向かったよ。バカ言え、この高さからか。彼女はザハードの姫だ。釣り師の試験での怪我をきっかけに肉体強化の訓練をしたそうだ。今頃きっと暗闇の中を走ってるんだろうな。ランカー様でもこの高さからのダイブは怖いか。お前ここで何。遅いぞ、早く乗れ。は？もうそこまで赤毛が。いいから、これで鬼を騙すんだよ。説明してる暇はない。お前はそこで待っているだけでいい。確かこの試験では神の水の量が制限されてるんですよね。そろそろ力が尽きちゃったりして。お前、灯台をコピーしただろ。は？何言ってんだ。光を消していようが神の水のオーラでわかんだよ。お前はコピーした灯台で鬼を隠したんだ、橋の下に。またまた、何言ってんだか。じゃあここで問題。このまま俺と一緒に地面に飛び降りてお前がペシャンコになった場合、灯台の上にいる鬼はどうなるでしょうか。どうした、怖いか。怖いだろ。さあ、助けてください、クオント様って言ってみな。泣きながら頼めば助けてやってもいいぜ、軍家の元お坊ちゃま。お前、本気で人生を終わらせる気か。手のなる方へ。お前マジぶっ殺。さあ最後の仕上げだ。すごい、クン
さんは鬼が自分を道連れに飛び降りることまで想定済みだったんだ。ちょっと、ごめんなさい。これは一本取られましたね。まさかの A チーム逆転勝利。いつも早合点だな。しかし神の水の残量を考えてもクォントがあの高さを一気に登るのは不可能。ちくしょう！あの青カッパ野郎！ナジャスボグス殺せ！憎たらしいやつ！くそ、絶対負けらんねえのに。助けが必要なようだな。誰だ？A チームの負けだな。よし、この試験もらっ。ランカー。 A チームテスト終了。さすがランカー。半端ねえ。